はい、どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今回はゴム2本だけ使うちょっと一風変わったヘアアレンジをご紹介します。はい、ということで今回のヘアアレンジはロングヘアの方向けのヘアアレンジになります。で、あまり最初に事前にスタイリングもしなくても OK ですし、本当に寝癖のままでちゃちゃっとやっておしゃれに見えるアレンジになりますので、アレンジでお困りの方、よかったら参考にしてみてください。それでは動画をどうぞ。はい、じゃあ始めていきます。まずブラシで溶かしていきます。で、溶かしながら後ろに髪の毛をまとめていきます。で、だいたい耳あたりぐらいですかね、の位置で髪の毛をまとめてゴムで結んでいきます。で、1回転2回転で結んだ時に少しね、この輪っかになるような感じで、で、毛先を上向きにまとめてください。で、次に上向きにまとめた髪を毛先をこういう風に折ります。折って、で、このような形ですね。それで、この真ん中の部分ですね、ここの部分で、またゴムで結んでいきます。こんな感じです。で、次に結構ガチガチに結ばれてると思うので、これをちょっとゴムの部分を少し緩めます。一番最初に結んだゴムを少し緩めるようなイメージ。で、そうするとちょっとですけどこう遊びというかたるみが出てきます。で、その後にこの部分ですね、ここの部分を真ん中に空洞を開けていきます。ここです。こんな感じで空洞を開けていきます。しっかりと下から空洞が開いたら、この髪の毛を下から上に通していきます。こんな感じで出てきます。で、こう下から通して上に持ってくると、こんな感じです。全部通し切らないように中で止めるイメージですね。逆リンパをして中で止めるイメージです。あとはここら辺の部分がやっぱりペタンとしやすいかなと思うので、この部分を押さえながら少しだけ高さを出すように引っ張る感じで大丈夫です。ちょっとここに少し丸みが欲しいので、そこをこうバランス見ながらこうやって出していきます。そんなに綺麗に出さなくていいので、本当に結構ラフなヘアアレンジなので、ちょっと高さが出るぐらいのイメージでやってください。で、バランスを整えたらこんな感じで完成です。はい、ということでこんな感じでご紹介させていただきました。このね、最近流行ってるちょっとくるりんぱみたいな感じなんですけど、ちょっとね、全部出し切らないで髪の毛を中に押さえていくヘアアレンジが結構ね、海外とかでも結構人気なので、ぜひね、アレンジレパートリーでお困りの方、よかったらやってみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。